私と一緒に遊び、そう、可能性は一つではない。
神聖を授けどこを見ている。大社の時これ楽しそう。私が勝利にやられた。アド、アスト、どこを見ている。芽生えの時。指示を入力。最低の時。咲き乱れる花々よ。昔、魔法の国には、あ
ランコという超凄腕の勇者がいました。ある日彼女は白メイという仲間に出会いました。おいで白メイ。白メイはこう言いました。私は舞台で一番人気のあるお姫。しかしなんとそこへ超無敵の大魔王が現れたのです。超無敵の大魔王は超すごいモンスターを召喚して魔法の国の民を攻撃し始めました。そのせいで人々は家に引きこもり、賑やかだった舞台の客席は空っぽになってしまったのです。その時超凄腕の勇者アンコは超無敵の大魔王に挑むことを決めたのです。そして舞台が大好きな白メイも彼女の仲間に加わりました。えいっ。しかし魔法の国にいるのは友好的な仲間だけではありませんでした。ある日勇者アンコは黒メイに出会います。おいで黒メイ。昔はオイラも魔法の国の住民だった。戻ってきたらみんながオイラのこと忘れてた。誰もオイラと遊んでくれなかった。この国のやつらなんか仲間じゃない。オイラは大魔王の仲間になって一緒、本当にオイラの友達になって。悲しみに暮れていた黒メイは友達ができたことに心から喜びました。こうして冒険者の黒メイは勇者アンコの仲間になったのです。勇者と一緒に大魔王に挑み魔法の国を守る、それこそが冒険者の使命。白メイ黒メイを連れて超無敵の大魔王を倒す旅に出ました。しかしとってもずる賢い大魔王は超強いモンスター部隊を向かわせてアンコたちを追い払おうとしたのです。ふふん、アンコたちは怖がったりしないよ。白メイ黒メイ、得意技で勇者アンコを助けて。ついに超すごい勇者パーティーは超強いモンスターたちを倒しました。しかし白メイも黒メイもこの戦いで傷を負ってしまったのです。早く来て。黒メイ黒メイの傷を治すため勇者アンコは高い山に登り深い川を渡ります。そして長い長い道のりの果てに慎重にその草を摘み仲間たちに与えると、白メイ黒メイの傷は完全に治りました。アンコの努力が実ったのです。こうしてアンコの超すごい勇者パーティーは大魔王を倒す旅に戻りました。超無敵の大魔王は相変わらずたくさんのモンスターを送り込んでアンコたちの邪魔をします。しかしアンコの指揮のもとモンスターはすべて超すごい勇者パーティーに倒されました。超すごい勇者パーティーの戦果は魔法の国の民を大いに勇気づけました。そしてたくさんの人が超すごい勇者パーティーの仲間に立候補しました。勇者アンコは炎を吐くキャンドルの妖精さんを仲間に加えました。それからナイフとフォークでパンを100等分にできるハイミミウサギや4本足で走るベンチの精霊も仲間になりました。その後は四つ葉のお姉さん、ほうきのおじさん、ハ
灰をたくさん吐くすずじいさんも仲間に加わり、あんこの超すごい勇者パーティーはますます大きくなって、とうとう、とにかく超すごい大大大軍勢に決戦の日がやってきました。ハイミミウサギは仲間たちが力いっぱい戦えるように美味しいパンを作りました。白目は決戦の前夜にみんなが勇気を出せるよう勇敢なお姫様の劇を演じました。国から大魔王が消えることはないの。あなたはどうして大魔王になったの？以前の俺は、だが大魔王になったら。でもあなたにだって勇者になれるよ。いや、俺には無理だ。お前のような情熱も勇気もないし。そんなことないよ。冒険したり魔王を倒したり、それだけが勇者ってわけじゃないもん。ほうきおじいさんは毎日お城をきれいにしてるし、キャンドルの妖精さんはいつでもキラキラしてる。あんこの超すごい軍団に入る前からみんな立派な勇者だったんだよ。何かに一生懸命になって自分らしく生きれば誰だって勇者になれる。国は勇者の国と呼ばれるようになったのです。これでハッピーエンドだよ。みんなこれから幸せに暮らすの。うん、これから新しい物語が始まるよ。出口を通ったのに、なぜかまだ心の収益の中にいる。それにあんこの姿が見当たらない。もう外に出たのか。出口がないか探してみよう。
ゲートキーパー、それに隣にいるのは誰？あの、このソノラの景色は本物？どうやって入ってきた？わからないの。さっきまでおばあちゃんのお葬式をしてて、私ずっとおばあちゃんのそばにいたの。それからここに来て、もしかして夢を見ている間に意識が心の周域に迷い込んだか。心の周域って何？ソノラなの？そうではないが、そう捉えてもよい。やっぱり。さっき同じくらいの年の女の子に会ったんだけど、その子の名前がおばあちゃんと同じだったの。その子は私と同じ町に住んでいて、一緒に山に登ってトンボを見ようって約束したんだ。ただ同じ町なのに違うところもあって、町の東にある古いお寺がまだ残像町に壊されてなかったりとか、毎年お墓参りの時期は町の人がみんな古いお寺に行くから月追祭みたいに賑やかなんだって。あの子ね、この町は好きだけどいつかは外に行ってみたいって言ってた。ソノラは人や場所の思い出を閉じ込めるんだよね。私が見たのは本物？あの子は私のおばあちゃんなの？すまないが、その問いには答えられない。じゃあ、またここに来てもいい？ダメだ。目を覚ましたらここは消えちゃう？私、全部忘れちゃうの？ここの全ては削除されるが、私にお前の記憶を消す権限はない。よかった、ありがとう神様。私が悲しんでたから励ますためにここへ導いてくれたんだね。私、おばあちゃんのこと全然分かってなかった。家族を守ってくれて、私を育ててくれて、みんなの保護者として町を出ていく子供や孫を見送って、またあの古い家に戻っていく。だから後ろめたく感じてた。私まで町を離れたら、あの背中がますます曲がって小さくなっちゃうんじゃないかって。でもここであの子が教えてくれた。おばあちゃんも私と同じように町の外に憧れてたんだって。あの子は世界中を旅行して堅実だけど目の輝いた人に出会って結婚するんだって。私、おばあちゃんの孫に生まれてよかった。おばあちゃんと一緒に暮らせて本当に幸せだった。これまでの私はこの町を見ても古い家は目に入らなかった。おばあちゃんの目尻のシワは見えても、その目の中の輝きに気づけなかったように。神様、あの光を見せてくれてありがとう。これは昔の会話で、目の前にいるのはあの黒いゲートキーパーが。周域は間もなく全周期のデータを削除します。夢が崩れる。ここを出ないと。
久しぶりだな、脅迫者。初めて会った時に言ったはずだ。心の周域が不安定になっていると。ここを脅かしているのは私ではなく、ここをなす原理そのものだ。脅迫者、心の周域は何のために作られたと思う？それは表面的な機能に過ぎない。もっと深い目的がある。災いに満ちたこの世界で、これほどの仕掛けが悲鳴に関わらない方が不自然だろう。夢が無限の可能性を持つからこそ、ここは作られたのだ。一人、百人、1000万人。悲鳴に打ち勝つ最善の策でなくとも、ただのきっかけでも記録される価値はある。あなたと深いつながりがあるが、今それは重要ではない。あなたはいずれ彼らの正体に気づくだろう。創造者にとって特別な価値を持つあなたと違い、この空間には限りがある。だが夢は際限なく生成される。つまり悲鳴に対抗するのに役立たない夢はただのゴミに過ぎない。私は創造者の命令に従い、そのゴミを廃棄する執行者。脅迫者、あなたは先ほど2つの夢を見た。もちろんあれらの夢に世界を救うような情報はない。あなたはあれが無意味なものだと思うか？そうだ、あの夢の中にも故に残されるべきなのだ。心の周域には何十億ものゲートがある。だがソラリス全土に比べればここは小さすぎる。無数の人々が紡ぐ無数の夢、無数の思い出、それらを残すにはより大きな器が必要だ。心の周域のゲートは延長の沼の外にも現れている。お前、そうだ、器となる現実空間は夢に溶け込み、心の周域の一部となる。だがそれは現実が永遠に保存され不滅となることを意味する。知っての通り、誰もが救世主になろうとするわけではない。ほとんどの夢はとても利己的で矮小なものだ。それでも廃棄されるべきではない。だが心の周域に残された夢には意味があるのだ。あなたも見たはずだ。ここに迷い込んだ少女が夢から手に入れたものを。あなたはその手で人の夢と思い出を消したことがあるか？周域はまもなく全周期のデータを削除します。速やかに退出してください。私は千年にわたりそれを無数に繰り返してきた。私とあの夢たちに本質的な違いはない。汚れ仕事に縁のないあなたが私を理解できないのは当然だ。脅迫者、あなたでは
止められない。ここの夢も崩れそうだ。早く敵を片付け、脱出しよう。私少し休む。にゃん。白猫の状態が悪くなってる。黒木、これ以上悪化する前に。バレないように気をつけろ。ソーダ団に潜入か。変装用の服を用意しないとね。私らに言うなんて見る目がねえな。他のメンバーと連絡を取られたくない。この拠点の通信設備は切っておこう。何事も素早く、いい心がけよ。この服で良さそうね。あれがソーダ団の本拠地か。あ、いや、
見つけた。途中でソーダ団のメンバーに出くわすかもしれないし。お前の持ってるそれは何だ。この辺りの追放者が密かに違法取引をしているという情報があった。データはこの手で赤原高に渡す必要がある。実は自首しに来たの。これはうちの組を潰すための重要な証拠。自分で治安署に届けさせて。もし信用できないなら私に監視役をつけても構わないわ。そうか、自首する気があるのはいいことだ。私はこの追放者と治安署に戻るから、お前たちは引き続きパトロールを続けてくれ。今のは？獣医たちが倒れてるの？獣医たちに怪我はない。すぐに目を覚ましそうね。でもここには何かがある。直接会いに来るなと言わなかった。途中で少しトラブルがあって、このデータは。これは何だ。これを手に入れるために順位に怪我を負わせたのか。このような任務を頼んだ覚えはない。任務の真意を見分けることすらできないとは。お前には失望したよ。誰かが彼になりすましていた。私を見限る前にこの件について調べさせてください。騙されたまま終わるわけにはいきません。何事も素早く、いい心がけよ。やっと来たか。どうしてこんなところに。パンコン互助会のメンバーだった君はこの私を裏切った。聞かせてくれ、今の君は一体何なんだ。獣医の中に君を知る者はいない。彼らは君を獣医に危害を加えた犯人だと思っている。インリン、君は獣医ではない。永遠にな。聞かせてくれ、今の君は一体何なんだ。Ha ha!
その秘密を知る唯一の相手は君を見限った。インリン、これで君はもう治安署には帰れない。聞かせてくれ、今の君は一体何なんだ。そうだインリン、その通りだ。君は獣医などではない、互助会のメンバーでもない。誰も君の正体、君の価値を認めない。君は誰でもないのだ。私は誰でもない。インディ、緊急の任務だ。ソーダ団の内部に潜入して正体がバレないように気をつけろ。どういうこと？任務を引き受けた時点に戻った。あの私はまだ任務を続けている。引き止めて隠された真相を暴き出さないと。私らにどう思うなんて見る目がねえな。インリン、落ち着け。この任務は本物、安心して。それは赤原高こそが裏切り者だったから。インリンは何も間違ってなんかない。いや、あなたは気づいたんだ。ここじゃない場所で全てを見抜いたあなたは、治安署と協力して彼の裏切りを暴き、もちろん順位に怪我をさせた事実もない。あなたは正しい判断をしているし、ただ判断を誤ることを恐れて夢を見ているだけだ。あなたは俺が知る中で最も冷静な人だ。一人で行動しながらもう一度考えてごらん。あなたは何者なのか。君にはもう身分がない。誰も引き落とす。何の価値もない。はい。怖い。何を言っても無駄よ。あなたは目的を見失ったようです。ジャック、行け。ご退場願おう。誰が近づいていいって。金を出せ。終わりだ。決して行け。怖い。ボス。どこか。誰の仲間でもない。順位でもない。君は全ての信頼を裏切った。灰になる。私は私のあるべき姿。歩むべき道を知っている。すごい。逃げられない。やつを潰しなさい。行こう。飽きたわ。さようなら。天使、閉めるわ。この光で。どちらが悪なか思い知らせてやろう。目をそらしちゃダメ。
私は、私のことを本当でも大事なのは、私が自分を信じられなくなった時は、漂白者、あんたが教えて。ありがとう、漂白者。人に信じてもらうのって、なんだかくすぐったいわね。私をよく見るにゃ。私はどんどん強くなっている。今度帰ってきた時は普通に話せるようになってるはずにゃ。とにかく頼んだにゃ。最近にゃん。
進化の糧見た。
私と戦いに夢中になりすぎると手加減ができなくなります。あなたは怖がったりしませんよね。何事も素早く、いい心がけよ。ニューロ。こちら。ケイデンセシ監獄よ。星の歌よ。私の後ろに。これ、楽しそう。ハレミサル。カメオだ。痛みを感じて。神聖を授ける。私の後ろに大グレンゲ湖中の灰息吹く氷を最低の時
しいじゃん。商品にやられた。
容赦しない。
ち合い花よ真実をお見せします。どこを見ている？行け、目をそらしちゃダメ。おとなしく飽きたわ。さようなら。どう信じる？おいを変えるために、あまたなる光よ。どこを見て？雨をだろ。出よ。無に帰れ。どこを見ている？植物だって生きてるんです。天使、閉めるわ。逃げられるとどうしよう。やってしまう。取り払え。あまたなる光よ。世に任せよ。どこを見て？雨をだれ。終わりよ。ご退場願おう。剣士。二重に身を寄せ。幽霊の力。何の立ち合い。どこを見て？痛みついた。仕入れの時間だ。何事も素早く。いい。入道。私の後ろに朝日がきらめく。霜のごとく孤中の方。ギャッ、ね、楽しそう。積み取る。ギャッ、ギャッ、その命私のもの。入力、神聖を授ける。私の後ろにその風を解き放せ。孤中の谷金を出せ。再生の時。これ楽しそう。花の養分にしてあげる。金を出せ。入力、星の作用。修正、消却、私の後ろに。
その枷を解き放つ。骨をも蝕むと分からない。破壊。開花の時。これ楽しそう。雨だ。よし。もうどこにも逃げられないよ。この痛みを感じて。星の歌よ、抹消、朝日にきらめく霜のごとく、最低の時。咲き乱れる花々よ。入力。
兵士、神聖を授ける。私の後ろに権限せし監獄よ。再生の時、もっともっと私を楽しませて。私のもの。入力アドアスト消化。私の後ろに大フレンゲ、骨をも蝕む骨幹に開花の時。え、これ楽しそう。え、よし、もうどこにも逃げられないよ。この痛みを感じて。抹消入力星の歌よ、破壊。芽生えの時、これ楽しそう。獲物の匂いだ。花の養分にしてあげる。親父、助けて。Thank you.
切り落とす。
獣の匂いだ。やばっ、咲き乱れる花々よ。また忘れるか。やばっ、これ枯れちゃった。愛しの種よ。やっ、やばっ、獲物の匂いだ。
泳いで。
服が風になびく。よし、風になびく。
は不滅。うん、引き落とす。もうどこにも逃げられないよ。
切り落とす。Thank you.
Yeah!
Thank you.
獲物の匂いだ。マモン、君だとトリックル。どこにも逃げられないよ。マモン、トリックル。枯れちゃった。